はい、今回は肘フリーズ、肘でのフリーズに挑戦です。はい、で、まあ、やり方の種類はいっぱいあるんで、今回はチェア、キャッチしてから肘に上げる、このパターン。もう一個は直接体を飛ばして、体が落ちてきた時、地面に落ちてきた時にそのままキャッチしてフリーズに行くっていう、ちょっと2種類やりたいと思いますね。はい、まずチェアから上げるやり方。まあ、チェアはちょっとできないと上げるとき大変なんで、まあ、チェアはチェアでちょっと練習はしといてあげてください。で、今回は左肘のフリーズに行くんで、左チェアから上げるやり方になります。ちょっと一回やりますね。ちょっと方向も変えます。こういう感じですね。まあ、チェアをした勢いを、まあ、うまくこの反動を利用して上に上げるイメージですね。で、この時の大切なポイントを今回ゆっくりやっていくんで、一緒にやっていきましょう。はい、まずはチェア、チェアの形に振って一発持ってきます。で、大事なのはここで一回止まっちゃうんではなくて、この反動を利用してあげるんで、振ってこの足の勢いを利用して、左足と右足がこう開いた状態を戻すときに上に上げるイメージ。ちょっと過去にも一度こう近いことやってるんで、まあ、過去にやったのはここからまあ普通に立ち上がっただけですね。今回はここからフリーズに行くんで、まあ、大体要領は一緒です。足を振った勢いで体を上げる。今回はチェアの状態になったとこから足を振ってあげる。この時に大事なのがこの右足、今回左足と右足がこう交差するんで、右足は下に行く、左足は上に行く、このタイミング結構大事なんですね。はい、で、大事なポイントは今言ったように、この足の反動なんで、ちょっと意識してやりたいのが、ここの足の交差した後、この時に左足を上に引き上げるイメージで、足は左足を上に引き上げてあげると同時に体を押し上げてあげる。こういう感じですね。はい、ちょっと向きも変えます。はい、で、今の押し上げたタイミングでこう腕が伸ばしきるタイミング、ここで言ったらこうですね。このタイミングの時に肘にもともとチェアしてた腕ですね、今回言ったら左手を肘に変えてあげる。まあ、伸ばしきった手を畳むぐらいです。無理に入れに行くっていうよりは畳むだけです。伸ばした手をポンって畳む。だ、手の位置はそんなに変わらないです。ポンって変えるだけですね。その時に、まあ、最初は頭も床にちょっとついちゃってもいいです。ただ重くすくると痛いんで、こう三角のイメージ上げて落ちてくる時に軽くつくぐらい、浮いてるんなら浮いてるで、そっちの方は頭つかないでいけるんで、頭ついてもいいけど浮かせられる人は浮かせる。ちょっと一回やってみますね。チェアからこの状態ですね。まず上げて肘と、まあ、もともと補佐してるこっちの右腕と、まあ、頭はさっき言ったようについてもいいし、つかなくてもいいんで、ここでバランスをとって、まあ、体を固めると。で、ここでもう一つ大事になってくるのが足は、まあ、今言ったように下半身もキープしたいし固めたいんで、まあ、足をかけちゃう。かけ方も最初何も考えなくていい。どっちでもいいです。右足かけてもいいし、左足かけてもいいんで、
足をかけることで下半身を固める、こういう感じですね。はい、ちょっと方向を変えてやってみます。はい、まあ、今言ったようにチェアから足を戻す反動で体を押し上げて、押し上げ切るタイミングで肘に変える、で変えるタイミングで足をかける、これですね、肘フリーズ。はい、はい、それでは今の肘フリーズを、まあ、ちょっとした流れからやってみますね。ちょっと過去にやってる半次郎から、半次郎からチェアに行ってあげる、ちょっとこれを一回調整してみます。はい、はい、それではいきますね。まず半次郎行きます。半次郎行って、ここからチェアに行って肘に行きます。こういう感じですね。ちょっと反対向きでもやります。はい、後ろ向きでも。こういう感じになりますね。はい、と今回はもう一つ、体を飛ばして体が落ちてきたタイミングでキャッチする、まあ、どんな感じかちょっと一回やりますね。こんな感じですね。まあ体をこう振った勢いで飛ばしてあげる、単純にね、振った勢いで飛ばしてあげて、落ちてくるときにそのまま肘でキャッチに行くっていうやり方ですね。ちょっとこれをゆっくり説明したいと思います。はい、まず飛ばし方、まあ、今回はチェア、これもチェアの入りで、そのままフットワークの姿勢に行くようなイメージ、ここからチェアみたいに入って両足で着地してフットワークに行く姿勢を取ります。ここからキャッチに行ってポンって、こうですね。はい、ここからキャッチしに行ってポンって、でこの着地した勢いでポンっていった勢いで体を浮かしに行く、まあ、この着地した勢いもそのまま生かすっていうのが、さっきの足の反動を利用するっていうのと、まあ、似てますね。この反動をうまく利用して体を飛ばす、こういう感じですね。で、まず最初飛ばした時は右手がついてるんで、飛ばして右手がついてて、そのまま体を落としてきた時に肘に行く、ゆっくりやりますね。ここからこういう順番ですね。キャッチしてて落ちてきたら肘でキャッチをしてあげる感じですね。はい、で、あとはさっきと一緒、落ちてきて肘がつくと同時に足をかけてあげる、ここから飛ばして、こういう感じですね。落ちてきたタイミングで肘がつくんで、その時に足をかけてあげる。はい、で、まあフリーズする時の、まあ、やりやすいというかポイントで、頭とこの肘の位置があんま遠いと止まりづらいんで、ちょっと意識して肘と頭の位置は近くでリードするようにちょっと意識をしてやってみてください。はい。